日本京都府相良郡聖火町からだにからだには京都府相良郡聖火町の南西部の地名である。木津川に合流する山田川支流簡谷川流域の山地で南を山田川が貫流し土地は凹凸が激しい。現在は山田川に沿って国道163号が通っているがかつては大阪道と呼ばれる大阪と伊賀を結ぶ街道であった。この街道について 芝良太郎が小説、覇王の家で、徳川家康が本能寺の変を受けてこの街道を使って伊賀の国に出たと書いている。そのため、地元では徳川道とも言われている。この街道におね沿って、聖火町山田、体に、ザクロの山集落が発達してきた。主な遺跡には、大阪道の道標、体に大指堂、山田の大観福井家の屋敷などがある。また、 体に集落西法三条には、戦国時代の山城跡がある。大阪道道標工房大師空海が亡くなった時、大師の教えを信仰していた村民たちが大師堂を建て、中に30センチメートルぐらいの大師の尊像を祀った。その傍らにある井戸は大師に教わった通りに掘ると、清水が湧き出たと言われている。しかし完成四年、火事により、大使堂だけでなく、 村の大半も損傷してしまう。再建できないまま長年が経ち、大師屋敷の屋敷内に家を建て住む者もいたが、様々な災難が降り注いだ。こうしたことから、大使のたたりではないかというものも現れ、1922年4月21日に、現在の姿である、大師像が建てられた。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、町立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。